オリンピックチームの服装エルディング航空基地でメディアの質問に答えるクラウディアにスタッ,と20ッド2014年ソ,20年ソチオリンピックのドイツ選手団は2014年2月7日から23日までロシアのソチで開催された2014年ソチオリンピックのドイツ選手団及びその競技結果2013年12月18日に代表団の第一次発表2014年1月23日に 第2次発表が行われた。男子76名、女子77名の153名を送り出す。首相は、ミハイル・フェス・パー。1月に、エルリング航空基地で準備が行われた。ドイツ選手団の選手村は、クラスナやポリアーナから、ムジムタ川を4キロメートル上流に向かったエストサドク村に位置する。ヨアヒムが浮く大統領は、ソチオリンピックには出席しない予定である。 この決定が政治的な意図によるものであることは公言していない。ドイツは7名の出場枠を得ている。2012年と2013年の世界選手権における成績に基づいて、ドイツには男子6名、女子6名の出場枠が与えられた。印がドライバー印がドライバードイツの出場枠は20名だが、国内の選考基準を満たしたのは15名のみだった。 最終予選トーナメントの優勝によって男子チームの出場が決定した。5回戦終了時点すべての種目にドイツ代表が出場する。予選トーナメントの優勝によって女子チームの出場が決まった。2014年1月15日にヘッドコーチのクラウス・カタンが発表した選手名簿は下記の通りである。ドイツは最高10名の出場枠を得た。ドイツは 最高5人の出場枠と団体リレーへの出場権を得た。2013年11月3日から4日に開催されたワールドカップでドイツは男女各1名の出場枠を得た。ドイツは個人、団体合わせて9つの出場枠を得た。2013年秋の ISU ワールドカップにおける成績に基づき、下記のように代表が内定した。ありがとうございます。